アイドルに憧れてアイドルになれたので、たくさんの方に笑顔を届けられるそんな存在になりたいです。これは悲しい涙じゃなくて嬉しい涙。小さい時の私はすごい泣き虫で、何をやるにしてもずっと泣いてました。なんかお母さんからなんか注意された時も全部泣いて返してたり、自分ができないことがあると全部泣いて終わらせる。感情表現が全部泣くこと、なんか静かに泣くんじゃなくて泣きわめいちゃうから、ご近所中にもすごい泣き叫んだ声がすごい響き渡っている毎日だったので、申し訳ないなって思ってます。小学校高学年の時からなんかうすうす喋るの苦手なんだっていうことに気づき始めて、なんか友達との帰り道とかも、一緒に帰ってる子はいるけど、その帰り道の間に何も喋ってないなとか、いつも帰ろうって言って歩いて何も喋んないでバイバイだけ喋ってたり、なんかそういうことが多くって、いや私って今まで何も喋ってこなかったんだって。アイドルはもともとその小学生の時に AKB48 さんが大好きになって、最初は普通の女の子だったけど、どんどんステージに磨かれていって、可愛い衣装を着ていろんな曲を歌ったり踊ったりするのを見てるのがすごく大好きで、ずっと見てました。すごい懐かしい。いつもここの広い道路を一人で一人でいつも歩いて会場まで着いて、でそのなんか SNS とかで今どこにいるみたいなのをのオタク友達同士でやって、会場で会ってました。いつも高見菜さんの握手会に通ってて、でそこで高見菜さんのファンの子と話して、その最初はそれこそ全く喋れなかったんですよ、その友達とも。でもその子がすごい優しくって、いつもなんか気にかけてくれてて、なんか私が喋らないから、でだんだん打ち解けてきて、で喋れるようになってきて、でそれで花は喋れるようになってよかったねとか言ってくれてました。なんか向こうがすごいいろいろ聞いてきてくれたおかげで、私も話せるようになりました。いつもここから入ってた。高見菜さんはドキュメンタリーとかライブ映像とかを見て、こんな風に根がすごく真面目で何でもできて、人にちゃんと意見を言えて、そんな素晴らしい人がこの世にいるんだって、でそれでどんどん好きになりました。でその時に自分もこんなステージに立って輝いてキラキラしてる存在になれたら、今のうじうじしてる自分じゃない自分になれるから、エントリーナンバー、そうなれたら一番いいなって思って。はい、エントリーナンバー111番の大場花です。アイドルを見てる時が一番楽しかったし、だったらそれを自分がなったらもっと楽しく生きれるんじゃないかなって思って目指しました。はい、チーズ。はい。いきます。はい、チーズ。本当に幸せ、こんな素敵な衣装。ね。
幸せかみしめて。最初の時はもう何事にもどんなポジションでも全力で頑張ろうっていうことを決めてました。私が見てきたアイドルは頑張れば花が咲いて輝いていってるから、私も頑張ればいつか何か報われる日が来るって思ってやってました。やりきったな。見えないところで。練習しています。花丸、こんにちは、花丸です。どうも花丸でございます。花丸さん、どうも、マイカです。今日は初お披露目の曲がなんと2曲もあるので、この曲はね、激しいよね。激しいよ。で、ここでジャジャン。これで大ちゃんがプチシュークリームです。竹岡クリームです。おお、今回、はい、私たちに求められているものは、はい、ロシアンシュークリームイコールリアクションですね。麦瞳、はい、食べる。ピルクが求める。じゃあ、大花ちゃん行きましょうか。いけ。事故事故。楽しかったです。自分のできることをできたかなと思うんで、ちょっとした達成感が今はあります。なので、この達成感に満足せずに、これからも頑張っていきたいと思います。え、どうしたの？かわいいよ。いや、待って待って待って、ちょっと待って、本当にやばい。なんかマジで、エビス、エビスの、エビスの、やばい、マジで、エビス、エビスの女です。初拍手、やった、ありがとう。お、一番、ありがとう。嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。ファンの皆さんと直接会って話せるのって握手会だけだし、実際応援してくださる方の言葉ってすごい励みになるし、なんか自分がすごい自信がなくてもファンの方って応援してくださるから、その期待に応えられるように頑張りたいなって思いました。今日はどうでしたか、花丸記者会見。花丸と、すごい楽しかったです、ね、なんか終わって3時に公開されたんですけど、うん、なんかファンの泣いちゃう。ファンの人が嬉しかった。もう呼び込んでくれた。すごい嬉しい。めっちゃ嬉しい。ごめんよ、今その話振って。嬉しかったね。
イメージ感。よかった。ね。花丸でよかった。花のおかげだよ。すごい。やっぱり自分のことを応援してくれる人になんかいいことを伝えたいな。なんか自分のいい話、いい何、良い情報をもっと発信していきたいなって2018年は思いました。だから頑張ります。頑張ります。また舞台の顔合わせに行ってきます。オーストラリアデビル役、大場花さんです。はい、大場花です。舞台をやることがすごく楽しみにしてたので頑張ってやりたいと思います。よろしくお願いします。今までの活動で私は舞台が一番楽しくって、その役をいただいた時とか私できるかなってすごい不安な方が多かったんですけど、なんかそれを自分のものにした時がすごい、なんだろう、嬉しくって、なんか最初の頃はどういうキャラクターなのかがなんかよく分かってなくて迷走してたんですよ。でもその時は高校も行ってたのでちょっと稽古に参加できないところがあって、でそこをアンサンブルの方がやってくださっていたので、それを見て、あ、こういうキャラクターの作り方でもいいんだって、でそのアンサンブルの方の役作りの仕方と自分の考えてる役作りの仕方をいろいろ混ぜていったら、あ、自分の中で納得するものができた、試行錯誤して作ってきたものが自分の納得する形になった瞬間が一番楽しいなって。それこそダンスとかも自分がこうじゃないああじゃないってやり続けて納得するものになった時が一番楽しいって感じるから、なんか作り上げていく工程が大事かなって。ガルフレの時はもともともキャラクターがいて声もあってどんな性格かも全ても決まってる段階で渡されたので、ゲームとかアニメの声をめちゃめちゃ聞いてたんですよ。でそれにとらわれすぎちゃって、なんか声を高くしようと演技してたらそうじゃなくていいって言われて、でそれもどうしようってまた一個壁がなんか立ちはだかって、でもそれもまたこうじゃないああじゃないって思って考えて乗り越えていくうちに、どんどんまた自分のものにできて、で最終的にはまた納得する形にそのなんかちょっとしたことのできないっていう意識があると、なんか全部できないって思い込んじゃうところがあったので、で舞台2本やってそれがなんかそれこそ殻が破けたような気がしました。じゃあ行きます。ああ私はオーストラリアデビューだ。どうかな。やっぱり素敵な思い出を作りたくない人なんていませんよね。当たり前じゃない。思い出は自分がそこにいた私のもの。高い。いやーなんかすごい、これがアイドル、楽しみ、すごいライトがすごい、照明もすごい、コンサートだよ。アイドルのコンサートってすごい華やかな世界だなって思ってたんですけど、自分でやってみたらすごい大変なことのが多くって、なんか自分のなりたいものを追い求めるとなんか全然できなくてめちゃめちゃ悔しい。普段と違うことをやるっていうことがコンサートだし、それで華やかに見せるのがコンサートだから、すごい難しいなって思いました。その1回のコンサートがファンの人にとってはすごい思い出になるから、それでなんか見せられないと
ダメなんだって。泣かない。アイドルになる前はアイドルになったらもうすぐダンスも歌もできるようになって、可愛い衣装着たらアイドルになれるんじゃないかなって思ってるところがあって、でもレッスンしないと上手くならないし、自分のことちゃんと見ないと良くもならないし、今できてないことをできるようになって、その舞台だったら役作りの期間があって自分の納得するものになったっていうように、今はその自分を作ってる過程だなって思ってて、なりたいもの、なりたい理想があるとしたらそこに近づくための期間だなって。多分なんかイコラブの中だと他のメンバーのがラブリードとか可愛さだったりとかはあるので、まあ、そうじゃなくても私は私なりにアイドルらしくやってるし、私が憧れてきたアイドルはそんなアイドルしてるアイドルじゃなかったけど、でもそれでも私にとってはアイドルだったから、私はそういう自分らしいアイドルでありたいって思ってます。悩まないと成長できないから、悩んだ先に何か正解が自分の中で見つけられたらいいなって。案外も超えてる。